菅原君とトラック野郎がね、あ、見てない。そうなの。はい。あ、ミソラ。ミソラヒバリ。あ、ここ。あ、大丈夫。近所っていうか、京都のじいちゃんとこの近所で、知ってんねとか言ってたんだよね。ひばりさんのって。ひばりさんのってって、あれちっちゃい。もうすべてちっちゃい。ちょっと大きな人かって思った。そうでもないんやな。ポストが昭和やね。あ、リンゴ？私聞いたの？え、懐かしい電話ある？この電話見かけへん。懐かしいな。入場350円。着てた衣装なんや、すごいな、これ残ってんねんな。お母ちゃんが好きやね。昔ちっちゃい時に近所に、あの京都のおじいちゃんの家の近所にひばりさんがおって、あのこっちで撮影するのにこっちで住んどって、ちょっと年上やねんけど、で知ってて何回かおったことあるらしいね。で知ってんねんって言って、うちお母ちゃんによう真似すんねん、みそらひばりの。結構似てんねん、お母ちゃんはね。すごいな。ちょうどあのあれぐらいのこの子役で出た頃、近所に住んでたらしい。すごいね。ラーメンに、はい。これもなんかあるの？なんかやっぱ。2回行きます。2回行きます。何があるのかな。2回、あ、なんか展示されてる。おっかしいのカメラ、こう電車機、おかしいのカメラ、カメラ、うん、すごいな、貴重やな、俺は。牧野監督。美空ひばり。なんか昔のようなポスターやな。ここでも大丈夫。
そう釣りバカに釣りバカに、どうじゃ好きやねめっちゃ見とったわ、釣りバカ四国みたいなおもちゃおいらんの陰陽師こんな絵があったら面白いのおもちゃ、誰宮本真紀新人って誰やん南果歩北島舞出てるかそんなの良くないの平成11年これかこっちか1999年千と千これ見たおたん男たちが好きやった自分の休みの日に恩人をみんなに振る舞ってくれました私もね、いただいたんです美味しゅうございましたで、凍らせて持って帰ってこの映画撮影がまだまだ続きます大林監督渡里哲也トラさん賞取った人かな昔の人が使ってたってやつね。すごい。なんかこういうのって昔の映画見て面白いのかな。見てみたいな。昔の映画とか好きですか。結構好き。あのアマゾンプライムでやってて、時々古いの見んねん。すごいな。こちらの映画ばっかりや。あ、これ見たかもわからへん浜地しげるあ、つぶらやつぶらやさんあ、だらんのあかんっていうものあ、そうだったらあの辺の暗さに巻いてあるもう丸やつね赤いなってんの映画の年表大胆に行くやつのアカデミー賞いろんな商売ね。クリアタリ。知らん映画ばっかりやけど、吉原炎上や。学校だ。犬神家の一族。犬神家の一族。この辺は見たことあるやつがいっぱいあるな天城越え天城越え、ほんまほんのあったんや立ち壊れてるんですかこんなのが天城越えで関係ないこんなのが吉原なんかでも聞いたことある吉原やるよこれテレビでやってて見たわ面白いですかなんかエッチなエッチなその家族で見とったらエッチなエッチみたいなファミリーにファミリーにあの
ゴールデン洋画劇場で見るもんじゃないよみたいな。不思議な人間。寂しんぼ、美味しんぼだよ。寂しんぼ、富田靖子。知ってるんですか。知ってるんですよ。みっちゃん若い時に似てて、寂しの子に。うん。思いないまちゃんの知らんこれ会うてないこれ学生時代見とるって言われててこの魔界転生ってほんまのお化け映ってるらしいね。なんかでやってたわ映画の特集で心霊特集陰陽師も映ってたんちゃうかな戻ってきたなクロサワアキラか。このカメラはすごいね。なかなか見えるもんじゃないよ。あ、そうか降りていかねえ顔してなかったね、動いてなかったね確認あの、動いてても動いてなかったし